ためらっていてはいけません。時を捉え、大胆に信仰の足を踏み出していきなさい。今まで開かなかった扉が開き、今まで動かなかったものが動き、そして具体的な祝福と勝利が現れてくると知られます。私の時が満ちたことを覚えなさい。ためらっていてはいけません。恐れてはいけません。強く惜しくはなさい。私があなたを導き、あなたを使わせていくとはあります。 あなたは何とかしようとしても何ともならなかったことがありました。しかし今、時が来て私が使わすときあなたは神の手が動くときこんなにも簡単に扉を開きことが動くのを見て驚くだろう私が導くとき私は事をなすとしを抑えますあなたは死なさい。ことをなすのも私であり事を全うするのも私であるとしを言れますあなたは私の言葉に単純に従うとき その真実を見て驚くようになると主はお恐れます御言葉の奥義が開かれこの新しい展開が始まると主は言われます心を柔軟に柔らかくしこの私の御声に従っていきなさいと主は言われます私はあなたを教会の中で力強く持ち教会と共に進めていこう目がついてくる救いの身が豊かにつきまた主の技が始まってくる 癒しや奇跡を伴う働きが具体的に生えてくる年市あります今でもいくつもの証がありましたがこれからは具体的に実を結ぶ救いの身に流れていくその技を見ていくだろう都市はおさえます安心しなさい私があなたを使わしあなたと共に私が働く年市はおされますガッティドワーキングホームマイグー God is lucky, oh my good, oh my good, oh my good, God is lucky, oh my good, yes he is. God is lucky, oh my good, oh my good, oh my good, God is lucky, oh my good, yes he did. 愛する天のとおさま聖霊の御臨大をありがとうございます預言の言葉を感謝をします素晴らしい特別賛美をありがとうございます集われたお一人お一人を心からありがとうございますインターネットを愛されている人々を感謝いたしますイエス様今から御言葉に行こうとしております聖霊様が御言葉を通して豊かに語ってくださり教会を見せておりキリストご自身が直接一人一人に触れあなたの身業を御自由なさってください語るものなくものも減り下ります 主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かし、信仰を育み、あなたが用意されている勝利を、身を、祝福を、あふれるほどに見ていくことができるように、力強い見て思って導いてください。御言葉を通して主は語り、上からの中途式を例,は例えをたをもって、50に語って働いてください。主に期待いたします。降り下ります。感謝します。ありがとうございます。イエス様の後お会いします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。 進化しましょうハレルヤどうぞお座りください私たちを愛して十字架にかかり三日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います南美乃止君の証なんですけど今日のメッセージは後で証で使いますので、はい、短く話してますお願いします思わず笑顔になってしまうお話を聞きの皆様こんにちは今日は寒いシワに心温まる話をしたいと思います 先日、僕は、佐賀の鹿島というところに行きました。鹿島には、おじいちゃんの妹さん家族が住んでいます。僕が鹿島に来たのは、6年前、3歳になったばかりでした。その頃は、ひいおじいちゃんも生きていて、ひいおじいちゃんは、僕が男の子だと、とても喜んでいたそうです。ひいおじいちゃんは、亡くなる前、 イエス・キリストを自分の救い主として信、と信じて天国に帰りました。だから、今度はおじいちゃんの妹さん家族にも信じて天国に行ってほしいとみんなで毎日お祈りしていました。今回、鹿島に行き、おばあさんたちは、イエス・キリストを自分の救い主として信じるお祈りをしてくださいました。 帰り、とっても大きな日が出て、ひいおじいちゃんもきっと天国で喜,喜んでくださっているんだなぁと思いました。僕もとっても嬉しい気持ちになりました。一緒に天国に帰れる、それが一番嬉しかったです。今日は寒いシワスに心温まるお話をしました。聞いてくださりありがとうございます。 あと <laughs>、はい、<laughs> でもうちょっと詳しく話しますけど佐賀の南牧師の妹さんの家族が救われたっいう話ですねあと、はい、でもちょっと詳しく話しますそれでは、えっとえっとね、説教に入る前に「聖書ってこんなに面白い」2つ見てもらって説教に入ります「えっの、と、命のパン」と「それあそうか選ばれたものがあるか」えっと「っの,との,の命のパン」と最初「あのちのパン」は今日のやつ その時800なんだっけ800そう,そう,そうはいそれねはい「身を結び残すために選ばれたそれはあなた方が言って身を結びそのあなた方の身が残るためでありヨハネの福音書15章16節中盤イエス・キリストが 弟子たちを選ばれ任命したのは選ばれた弟子たちが行って実を結びその実が残るためでしたつまり選ばれた弟子たちは主イエスに従って出ていく時必ず実を結ぶのです主イエスが実を結ばせてくださるのですしかもその実は途中で腐ったり亡くなったり枯れてしまったりすることなく 必ず豊かな実を結ばせ残すのです。あなたもあなた方の一人として主イエスに選ばれ任命されています。主イエスに従って出て行って主に実を結んでいただき豊かな実を残していただきましょう。大きな喜びがあふれてくるでしょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。 はいいありがとうございますちょっと先ににこれになって、はいえっと、あの,ヨハネの15章の16節の言葉は「あなた方が私を選んだのではありません私があなた方を選びました」ということなんですけどもその理由はあの今読んだところなんですけどもそれは身を結びあなた方が一点身を結びその身が残るためでありって書いてあるんですねで私たちはそういうふうに言われるとどうなかう神様を選んでくださったそれは身を,結ぶ身を結んで残すためだそのために選ばれたんだ。 そうか身を結ばなきゃ残さなきゃと思って行って何とか身を結び残そうと頑張るんですねでもそうじゃないんですね選んだ理由は身を結び残すために選んだんだよってことは神様の方が身を結び残すためにもう選ばれたので選ばれたので神様の方がそのつけるべき身と残すべき身を用意しておられるんですね我々が何とかして身をつけて残してそれを勝ち取り奪い取るんじゃなくて神様の方がすでに選んだ時に 身を残し、結ぶために、残すために選んだんですね。わかりますかねちょっと大事なところなんです、これ、すごく。どうしてもね、頑張る日本の日本人はですね、頑張って貸し取らなきゃいけないっていうね、そういう信仰のスタイルというかね、努力の上に成り立つ信仰しか考えないんですね。頑張って貸し取るっていう、そうじゃないですね。神様が選ばれたのは、それは身を残し、結ぶために選ばれたんだ。そのためにも選んだんだから、神様の方が既に身を残しの、その用意してるんですね。 私は信じてその言われた方が行く時,と時に身がついて残るんです。もっと極端に言うと身がついて残っちゃうんです。と信じてますかね。神様がつけてくださるんだって神様が身をつけてくださるんだって信じてますかね。信じてたらね、選ばれただけで嬉しいんです。やったーってね。わかりますかね。ここなんですね。で、あのーそ、その喜びって言ったから、 それを、ね、知ってほしいですね。でこれ今日,今日の後で話す説教と関かわかかっていくるんですけども、それを、ね、ぜひあの覚えておいてほしいというふうに思います。で、えっと、ちょっと時間の関係でも説教に入っていきたいと思います。それで今日のところはですね、2つ言いましたけど、時がありましたけど、今日は時、時っていうことを話すように神様が言われたんですね。だからまあ、伝道者の人に時のことが書いてあって、あれで向かったんですが、来た言葉はこの黙示録の、もはや問いが伸ばされることはないって言わ言葉です。これは本来、えっと、あの第6のラッパーが鳴った後に、 与えられた言葉なんでお会いのことに関して言ってるんですけども,でも今日はそういうことじゃなくて神様の時が来たらもう神様の時を伸ばされませんよっていうことなんですねもう一つは、えっと、収穫の時が来たからですこれは後で見ますけどマルコを見るとあのこう、ねえっと、種をまいたらこう知らない間に芽を出しそしてやがて実を結ぶってことが書いてあって実を熟したら刈り取るのは収穫の時が来たからだってことなんですねで今神様言ってるのはですね 時が来て収穫の時が来て、もうもはや伸ばされませんよって、ね、もう今,今が収穫の時なんですよってことを言ってるんですね。で、あのー、今年の御言葉は、新明喜一章の40節で、向きを変えて、まあ、荒野あ途中は、まあ、あのちょっとね、置いといて、旅立てってことなんですね。あそこの本来の意味は、荒野に向かっていきなさいだけども、今、神様が言ってるのは、荒野から40年を終えて、約束の地、河南の占領に旅立てってことなんですね。それ大事なことなんですね。 えっとね、イサヤのためにはね、アラノで40年過ごすんです。その後にカナンの祝福に入るんですけど、アラノ40年間ですね、いっぱい神の奇跡を見たんです。神の守りも見たんです。神の愛も体験したんです。でもなぜ主都エジプトしたかというと、カナンの地に行くためだったんです。8日で行けたんだけど、8日でよかったんだけど、でも不信仰だった結果、アラノに行って40年過ごすわけですね。で、そこでたくさんの奇跡や神の愛とか祝福を見るんですが、 毎日マナーが降って神の助けを受けるんですが約束の地、カナンに関しては1ミリとして受けないんです。荒の時というのは荒の時にも神の助けはあり神の愛はあり神の奇跡はあるけれども約束された主政治としては最も核の約束されたカナンに関しては1ミリとして受けてないんです。ところが荒の,の40年が終えてさあ ヨッシアとともにカナンに行こうって言ってヨルダン川を渡ってエリコの占領が始まりますがそこからは戦いに続く戦いなんです。だけど戦いの旅ごとに神様が勝利を与えてくださって何が起こったかとカナンの地が与えられていくんですよね。とにかく変わったんですよ。繰り返しますよ。荒川の時にも神の助けはあった。荒川の時にも神の奇跡はあった。荒川の時も神の愛はそがれていた。毎日マナは降った。だけど、一番大事な約束のカナンの地は1ミリとして与えられてなかったんです。 でも、義経になった時に約束の成就が始まったんですよね。でこれすごく重要なことで、今、神様何を言ってるか言ったら、もう荒野40年、訓練の時終わりましたよって、さあ、約束のリバイバルという、週末におけるリバイバルのあたりにがあって、足を踏み出しなさいって言われてる成就の時が来てるんですね。で、今ね、時ってあるんです。で、あの私たちはどんなに一生懸命やってもうまくいかない時ひたすら待ち望む時忍耐の時 ってあるんですね時々いつまで続くのこの忍耐と思うことがあるわけですねでも時ってあるんです時が来て神が働くと変わるんですね例えばあの私はあの裏キ騎タンの授業をやってるんですけども裏上の騎士タンというのはですね、えー、母外科262年に潜伏するんですねでもあの4つの予告予言があってねこれ予言なんですよ予言,予言でね何番からね 婚姫騒動って神父がやってきて婚姫さん国会できるようになるって言われたんですよね七代までは守るけど七代経ったら守りがなくなるよ悪い意味じゃないです守りがなくなるっていうのはつまりもう自分に対して隠れなくてよくなるちゃんと神父がやってきて助けあの国会できるようになる国会での罪の告白ねカトリックではすごく重要なんですねそういったのその後ねあの大声でおらしをできる大きな声で祈れるようになるそしてもう一つはね、えー、道を歩いての伝聴ってね異教徒がね 道を避けてくれるっていう今の人は何ともどんどん思わないし当時はね「死のう交渉」「得た否認」ってあるんですけど得た否認ってのはもう人間以下ですねその得た否認だったんですキリスタンってそれで裏紙はずっと隠れてたんですけどもこの予言があったんで予言通り7代たった時にあの3番崩れてかなり組織が崩れてその時黒船に乗ってやってきてですね本当に約束通りね神父は来るんですよ で 3, 3月1日、信と復活というのが有名なんですけど、起こる大浦天照でね、ところがですね、キリスト教は自由にならないんです。外国人はいいけれども、日本人はダメだめだということで、やっぱりあの神父が来たから、みんなね、もうどんどん行くんです、しかもそれまではあの仏教でやらなきゃいけないんです、必ず旦那生徒かってね、これはもう絶対破れなかったんですね、だから表面仏教して、僧侶したのに、彼らが来たから、嬉しくてたまらない、これから神の神たちは、毎日買うなっになって、であのお坊さんが来たらね、一人の人がね、 わざと怒らせるの、坊さんを。葬儀に来る途中で返すんです。やったってことで自分たちで自葬、自分たちだけで葬儀してしまうん次の人が亡くなったときには、もう、届きもしないで葬儀しちゃうそしたら寺が怒って、庄屋に言うわけですね。庄屋がですね慌てて、ですねこれ破ったやるいことになるから、あの次のときにはね、連れてくるんです、坊さんを。いや、いやからない、帰ってくれって言ったらね。 まあ将来教育化してですねこの坊さんがそんなに嫌いなら他の坊さんにするからって言ったらねそういうことじゃないんだっ,ってねで結局自分たちだけであるんですよその結果あのじゃあキリスタンたちはなおかけてーッとみんな出すんです,ね面白いですよかって転もうすでに転んでたねあの仏教徒の人と裕福だった裕福だったあまり固くない信仰人たちは出さなかったんですそれ以外の人たち全員出したんです。歴史って正直ですねあの お金が豊かになることは神の祝福だから豊かになって構いませんただお金というのは時として私の信仰を失わせます中国の地下教会で地方にたくさん生きもう命がけで死んた人がいた,いたんですけど北京や上海に来て北京と上海今ものすごい発展してるからそこに来て、えー、しかもあのなんか地下教会でいろんな証をするから海外から来た人たちがもてはやして経済を祝福したりすると信仰を失ってる。 人たちが結構いるんです現実に今21世紀でも20世紀から20世紀かけて豊かさっていうのは神がくださった祝福だからどんどん豊かになっていいんですどんどん豊かになってくださいでもそれを自分のために使い始めると必ず信仰しないます豊かさっていうのは与えるために与えられるんです与えていけば与えていくほど豊かになっていくんですこれはね忘れないでくださいねでその時もね豊かだった人たちはね出さないんですで本当にそうじゃない人たちをみんなね出すそして イソ,ソウル大って村ごと全部ね3394人だったかな村ごと全部ね流されるんです名古屋から西にひどかったのは津和野とかね鹿児島はひどかったんですけども、まあ、破壊されるんですねでそこで6年間ひどい拷問を受けるんですただから6年経った時ねキリスト教10な7年目かな足掛け七年何でか分かりますか彼らは何もしてないんですもうひたすら拷問を受けて凍死した人餓死した人病死した人転んでしまった人そこがねついに どうしたかというとね、えっと、不平等条約結ばれたんですけれども、岩倉ともを中心としてね、あの不平等条約改正のために、アメリカとヨーロッパにね、えっと、そ改正のためのね、使団が使わされるんですよ。といどこに行っても最初に話題になるのはね、浦上のキリシタンたちをね、解放しろってことなんですよね。 そんなふうに扱う国は野蛮国だ、そんな国と対等な平等なんか結べるわけないだろう、今すぐ解放しろ、そうじゃなきゃ条約なんて変えれるわけはいかない、もうそ,そんな国とできるわけないだろうってこう言われるんです、どこ行っても。ところが、ね、日本人はかたくななんですね、内政干渉しないでくれって言うんですよね、ところがベルギーに行ったときに、ベルギーのブリュッセルで馬車に乗ってね、まあ、当時は馬車、馬車に乗ってね、こう住んでるんで、普通なら、ね、日本人が来たからって大歓迎されずたのに、デモ行進なんですよ。 ブワーって場所に迫ってくるんです。で、人々は何て言ったかってうと、ね、裏上のキリシタンたちを牢屋から解放しろということなんですね。で、ベルギーの言葉、ベルギーって何語ですかねドイツ語かな、フランス語,語かなちょっと分かんないけど、ベルギー語ってあるのかな、まあ、とにかくな何かね、それで言うわけですよ。分かりっこないんですが、一つだけ分かった言葉が裏、裏上、裏上、裏上って言葉で言われて、裏上、裏上って叫ぶと帰るか裏上、裏上って。で、その時みんながね、 民衆が押してもらってきたの見てね、これはもう変えないと、これはちょっとほ本当にまずいなってことが分かるんで、それで電報を打つんですよね。そしさら日本の人たちがね、何があっち行ってね、背をかぶれしてるんだって言ってね、下ろさない、近況ので、彼らが戻ってきてからどんちゃんあったんですけども、ついに、キリスト教の近況が降りるんです。これて、キスト教自由になるんですね。ところがね、その自由になるその時まで、 彼らはまして地方の流されている人たちはそ,のそこで任されているその、まあ、藩士じゃなくても当時は知事になっていたのかなでもとにかくその人たちはそんなこと知らないから迫害を加えているわけですよねところが連絡が来てその,その日からプタッとやめるわけですね問いが来たそしてね裏側の人たちは帰ってくるんですよそしたらねもう荒れ果ててるんですね荒れ果てて 現場を落ちした翌年に、ね、脱走が入るんですって浦上の地に写真がありますよね、それを見て、ね、その旅から戻ってきた、旅って言うんですその一村僧侶代になったの旅って言うんですけど浦上の人たちは、その旅から帰った人たちが、旅から帰ってきたときにそっくりだと言ったんですって、それぐらい荒れ果てた、もう瓦は飛び、持ち物は全部持ち去られ、そしてもうあばらいになってたんですね、でもそこから始まるんですね。こうお茶碗とかのかのけで、ね、耕して 出稼ぎに行ってお金じゃなくて苗をもらってね植えてねやるんですよねで1年たってやっと収穫できた時に台風が来るんです天然病とかねいろいろ流行るんですだけどね浦上さんたちはくじけないんですね全然落ち込まないんですもう262年間の潜伏と足掛け6年7年の母親があったでしょこんなこと言ない大声で賛否できる街を堂々と岸さんだと言って歩ける そのこと自体がうれしくたまらないんですよね。問いが変わったんですよ。だから、ね、時って変わるんですよ。で、今、神様はこの群れに、まあ、時代とともにですけど、はっきり言ってるんですよ。今まで私はあなた方を訓練してきましたって、あらのだったでしょって、あらのだったですよ。<laughs> 7歳生きて34年、あーらのって感じですよ。私 <laughs> は真面目にすぐにリバイバルが起こった本当本当に信じてたんだから。間違いなく人々は救われると確信してたから、 あのね、落ち込んだりですね、人を責めたり、自分を責めたり、もういろんなことがありましたけど、訓練に次ぐ訓練ですよね。だけどね、あらだったんですよ、だけど、ここから占領が始まりますよって師匠は言ってるんですよ、時は変わるんですよね、変わるとどうなるかというとね、始まるんです、約束の成就が、約束の成就が、あのよく吉宰寺のこと言われるでしょ、38年、まあ、30, 30年。 正確には28年か9年だと思うんですけど、約30年経って開いたって、それまで開かなかったんですね、でも開いたんです、ある日突然、ねあのえー、っととヨーロッパ選挙してるときにあの、チェコの選挙手の、えー、サリスさんの,あのパソコンに、ね、入ってきたメールがいきなり、ね、ロシア経済大臣から、ね、助けてほしいって、いきなりですよね、そこから開いたんですね、全くそれまで開かなかったのに。 そして始まったんですこれは我々の示される最終選挙ですからね最終選挙の扉が開かれたってことはしかもヨーロッパに1月に行こうとしてドイツにね明らかに神の扉が違うんです時代が明日は昨日と一緒ではありませんはっきり変わるんですあらのではないんですも訓練は相変わらずあるでしょうやっぱり立て上げなきゃいけないから不十分なところいっぱいあるからだけど収穫を見ながら豊かな実を見ながら訓練を受けていく全く違うんですよ時代は変わったんですね でそのことをはっきりなさいって時は変わったんですよってでもう時は延ばされませんよってもうすでにその時は来てるんですよってしかも収穫の時なんですよってことなんですよね。でねさっき話しました南のどみくんがあの方は顔はお母さんに出て体形はお父さんに出てるんですけども南のどみくんがですねこかかって口を大きく開けて話してたでしょ。ね、でそのあの話はですね実はあの私まず佐賀の南牧師に言ったんですね。 はエリシ僕がおっしゃったんですね、11月だったんですけど、も、23日前に行ったときにね、今度ね、あの息子が家族みんなで、妹の家に行ってくれるんですって言ってで、妹2人いるけどね、行ってくれるんですって、でまだね、あのエスサも強いてないって、であの妹は一応受け入れたんだけど、ご主人は全然かたくななんですよねって話をされたんです、で私はあじゃあみんなに僕たちも行けばいいじゃないですかって言ったら、いや、あの私たちちょっと導かれてないと思う、私が行くと、世間話で終わってしまいそうだって言うんですよね。 だから今回は行かないで祈ってたんですね、なるほど、それがいいだろうなと思った、その時ってね。で、で23日行かれたみたいですねで。神様に示されたんですって、祈ってたら、新年始まって、その,その妹さんたち、のところに行けって。だからね、実はね、この見僕たちが、あのお父さんのね、エリシャ見ない僕たちが、それまでね、もちろん行ってたわけで、なんかよ。行くたびごとにエス様のことを話してたとってもいい人なんですって。向こうもすごく歓迎してくるんですよ。でも、あんまりエス様の話をしたから、 そのご主人がこう言うんですってあの、ねなん、来てくれて大歓迎だってで、ご飯も一緒に食べよう、話すと楽しいって、だけど、キリストの話だけはするなって、<laughs> 来てくれるのはいいって、お話もいいって、ね、それでお食事も一緒にしようってね、大歓迎するよって、だけど、もうキリストの話だけは,俺にはするなってこう、それだけはね、言うんですって、<laughs> そういう人っていますよね、そういう状況だったんで、南君はそれを知ってただから、神様にはっきり伝道しに行きなさいって言われたんですよ。 遊びに来てください。伝道しに来てください。これでね、どうしようかなと思ってたら毎日毎日乗ってたんです。あれあれ本当に乗ってたんですね。神様ってね、ね、どうしたらいいんでちょっと一生懸命乗って行って行ったんですって。行ってみてもイダパって伝道できないからあっと困ったなと思ってどうしたらいいかなと思ってたら奥さんあだからあの、えっと、妹さんねあのお,お父さんの妹さんおばさんですね南から言えば望みかれたあのなんでおじおじいちゃんの妹の奥さんですねあ妹さんですねこういった。 今私、ね、介護施設で働いてるのって言は聞いてあっそうですかってで私たちね介護施設に行ってねコンサートするんですよってあっちこっち行ってるんですよってへえって言って、ね、あこうやっておきましたってあそうって言って何歌ってるのって言われたんですねご主人の方から「何歌ってるの?」っていやゴスペルです」ってえ「ゴスペルどんな歌?」って言うから歌ってみてって言われたんですってほで南君たちね歌ってみてって言われてですね南君はずるいのです。 子子たたちちを前に出して CS の大会で2連覇しましたけど子どもたち4人ね、えー、っと中,中学3年生小学校6年生小学校3年生年中かな子どもたちねこ,この4人を前に出して子どもたちを歌わせたんでね血を絞ってですね最初は神とか教会とかキリスとか出てこない歌 <laughs> それを歌わせて何曲かですごく向こうがね聞き入ってくれてねこうお父さんがご主人の方がねつまりおじさんですよ。 そのキリストの話を聞くなってきた人はこう一生懸命スマホでじーっと撮ってるんですその歌をじーっと撮ってるんですって真剣に聞いてるんですって感動しながらだから南極目かカについに最後はですねもろキリストがバーンって出てくれた私っんです最後はねそれもちゃんと撮ってて聞いてくれてるんですってそれも含めて最後までほいで終わったらですねいやーよかったーっいい歌だねーとか言ってねほいでね奥さんは涙めてくれたの彼が感動しててこうそのおじさんはこれはね孫に貸かせなきゃん孫に見せろって言うんですって ちょうど息子ど供さんが4人で孫が6人いるんですってでその孫は同じぐらいなんでちょうどまあそれはそうでしょうねちょうど同じぐらいなんです、ね、その南君の子供とねだからねぜひ孫に見せてくかせるって言ったんですねだからキリストの最後はキリストの歌を露骨に歌った歌でもそう言ったからこれ伝道できると思ったんですけど南君はですね伝道できると思ったけどどう言っていいのかなって考えたら もう,もう気がついたら、カナンちゃんがパバ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 ババババンパンパンって、<laughs> カナンちゃん、伝道しますからね、カナンちゃんって奥さんね、カナンさんがですね、もうガンガンガンってこう一生懸命,命そスの証,証と伝道し始めたの。そしたね、ご主人がですね、伝道し,して証しの一生懸命聞きながら、あそうってこう江戸を取るんですよ、こう話してお <laughs> い、じーっと取るんですって。それで話終わったら、いや、いい話だったとか言ったら、エスも信じましょうって言ったらですね、分かった、信じるって言ったんですよ。 で南君ずるいですよね賛美は子供にさして伝道奥さんにさして最後のエスタも信じる祈りの時だけ自分がやったの <laughs> それであの南くんが導いてご主人はエスタも信じたんですよほいその後ねいやこ今話してくれた話もとってもよかったって言ってね歌だけじゃなくてこの,この話も孫たちに聞かせないかんって言ってね救われたおじさんがキリストの話をするなっておじさんが自分の孫孫たちにはど子供にも生徒から子供や孫たちにそのおじさんが 賛美と福音を伝えてくることになったんですね。おこれってすごいですよね、ハレルイヤー、ね、その帰りに、その帰りに、みんな、この家族みんなの前に大きな虹が出たんですって、ああいう虹じが久しぶりだったって、ものすごい立派な、ね、こうにじが出たんですって。いやねの時なんで,すよで、なんか、詳しいこと言いますけど、帰ってきて、次の日にね。 100%神だと分かったって何か風言画でもしたんでしょうかね分かりませんが何 <laughs> かあったんですよね <laughs> 全く神様だと分かるって言ってね本当に神の時で恵みなんだって言ってましたね本当に時なんですよね神様に言われたから踏み出したどうしていいかも分からなかったのに行ってみたら介護施設に勤めてるんですよって一頃がから始まってゴスペルを歌ってそしたらなぜか心を受け入れて子供だったこともありけど受け入れてくれて受けるだけじゃなくて聞きってくれてエイドマンにとってくれて その後今度は明石して伝道したら心開いて救われちゃってそれだけじゃなくて自分の子供もや孫たちにも必ず見せるって言ったんですよね変わってしまったんですねそれでねエリシャ・ミナイ牧師がメール送ってきましたよねその明石熊にね今日行ったら救われましたとか言って喜んでメール送りましたよねやっぱり時なんですね今ね時ってあるんですよそれだけじゃないんですあの奥さんのさんんのカナがねあの えっと前話したと思いますけどちょっと回転寿司屋でバイトしたんですねちょっとかなりブラックだったんですでいろんなことがあったんだけど神様大逆転与えてくださった後に近くのラーメン屋にバイトが買ったんですで給料も上がったし非常にいいとこだったでも彼女はやっぱり牧主人ですから金稼ぎのためにバイトに行ってんじゃないんです福音を伝えたいんです福音を伝えられないことにものすごい心を痛めてたんでねせっかくこんな神様よくしてくださったのに全然証しもできないし ね、それに教会もね、ちょっと今、戦ってるから、あのー、今、そんなにたくさん来てるわけじゃないから、あのー心まあ、人が来てほしいっていうよりも、救われないことに痛みを感じてたんですね。そしたらですね、私が本当にダメだなと持ち込んでたら、ラーメン屋さんね、だからそこのラーメン屋さんはね、ご飯がつくんですって、必ず。ほいだね、言うんですって、こうラーメンをねこう、こうやってね、ラーメン持っていくですはい、飯ついてるよ、飯ついてるよって言うんですって、飯ついてると飯、ご飯も一緒に持っていけって言うてね。 飯があるよ、飯があるよって言うんですって必ず、本当に必ず言うんですって店長も他の人も彼女は作るんじゃなくて運ぶ人だからね、飯もあるよ、飯あるよって言って忘れるなってみて飯あるよ、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 飯あるよって、その度ごとに飯ってご飯のこと言ってるんだけど彼女はコーリング、証明、氏名のことをその度ごとに飯があるよ、飯があるよ、飯あるよって毎回語られてるうちにね、そうだ、私は証明があった、神の飯があるんだって嬉しくなったんですって。 祈ったそうですね神様ありがとうございますそしたら赤いステッカをくださいって言ったらですね店長さんがキリスト教に興味があるんですってでキリスト教関係の映画を見たそれなんかね。そしたらねパンを食べてたって生産ですねパンを食べてたって店長さんがねあの教えてほしいんだけどなんであれパンを食べてるのあれ何なのって言ったんですってそれはね生産式生産って何だって言われたんです生産式なんだって言われたら十字架の話しないわけにいかないでしょ。 そう,そうでしょいや、それはですねで十字架の話を真正面から聞かれたもんだからあの職場でね仕事してるときに伝堂とかしてややこしいことなんですけど店長が自ら聞いてきた生さんのことあのパン食べてるのんだ清さんって何なんだいや、それはキリストの十字架でってっこうキリストの十字架の話はそういうことかって言ってね救われてはいないのでまだね、まだきっと救われていますけど面白いですね。 職場で福に語るってそんな楽じゃないんですよ、皆さん。店長トップですよ、その店の。しかも、十字架を語るにもってこいの話でしょ。あの首都行伝にね、ピリピリだったかな、南に行けって南に行ったら、あの人のところに行けって言ったら、イダヤ書の53章読んでて、分かりますかって分からないって言って、まさに十字架にぴったりのところあるじゃないですか。あれ、導かれて行ったんですよね。まさにそういう感じなんですよ。あとね、えっと、地高行った時もね、 僕、あの,あの,牧師の妹さんが来られたんですけどね、まあ、すごい正直な人はですね、あのミニストのときね,これね言うんですよね、いや、あのすみません、今までもとってもよかったんですよ、に。でもね、今までね、僕、探しに何回も来ましたけど、今日の話が一番入りました、今日の話が一番入りましたとか言うんですよね,でね,でね、すごい心を開いてよかったんですね、でね、ちょっとね、変わったんで、私ね、時が変わったなと思ったんです、そしたら、体力締めてました時が、時が変わったんですねって。 本当に鳥が来ましたねそれをねあちこちで感じるんです。神の鳥が来てるんですね。で、皆さね、頑張れなんて言いません。神が促したら、今まで全く開かなとかって、今まで行っても何も来られなかったから、まだダメだなんて思わないでください。主が促したら、そこに行ってください。あるいは主が促したら、その場に留まってください。そして主が言われる通りにやってると、神が開きます。神が人々の心を溶かします。 なんとかこじ開けようとするからややご仕事になるんです。選ばれたら、神様が実を結びつけるって約束してるから、神がそれをなさるんです、時が来ると。で今までは、街の富だったんです、忍耐だったんです。アロネいる時に、どんなに頑張っても、ナンの地はもらえないんです、1ミリとして。でも、占領が始まったら、戦いは許されるけど、神が勝利してくださって、ナンの地が与えられてくるんです。 約束が成就しててくるんでですすねねこれをぜひ、ね、覚えてほしいです、ね、神様の方が扉を開かれます。神様はことをなさいますで。そういう時が始まってきているんですってで。今日ね神様が言われたんですよね。時が変わったってことを伝えなさいってそしてこの時はもう伸ばされないって今、終盤の時が来ていてこれからどんどん身がついていくんですよってだから頑張れじゃなくて信じなさいって単純に応答しなさいってその時に神がなさるよってことなんですよね。 あの最後にマルコの勲章のところちょっとだけ見ますねマルコの福音章のさっきのところは4章のところなんですけどもマルコの福音章の4章のところで読んでいただいたのは、えっと、9節だったかなこれ26節から話があるんですね26節から読みしますこっちでね「また言われた神の国は人が父に種をまくようなものです」「夜は寝て朝は起きるとそうこうして、まあ、そうやって普通に生活しているうちにまいた種は芽を出して育っていく」と。 どのようにしてか人に分からないけど育っていくと。血は人手によらず身を成らせるもので、初めに苗、次に穂、次に穂の中に身ができるとで。身が熟すると人はすぐに釜を入れる。収穫の時が来たからだってで。人は寝て起きて、そう走行しているうちに舞いた種が勝手に身をつけていくって言ってるの、これでね。そして熟したときには釜を入れる。それは収穫の時が来たからだということです。で今まで いろんな人が種をまきそしていろんな季節を通りました今ね収穫の時が来ようとしてる来始めてるんですよ私たちいい時代に来ました50年前だったらね本当にまだ荒野だったしきつかったでしょうねでもいよいよ収穫の時が来てるからこれから実をつけるわけです我々は収穫の時が来てるんですねそれを覚えてほしいだからあなたの人生にも荒野があったかもしれないけど荒野でわる人生はないんです新約だからイサの民は 不信仰の結果あの、ヨシアとカルビがみんな滅ぼされました、亡くなりました、その子供たちがカナンの地に入ったんです、旧約だから。でも、新約は十字架があるんです。どうしようもない罪で不信仰の私たちは許されて、義とされて、次の世代と一緒に約束の地、カナンに入るんですね。約束の情緒を見ていけるんですね。で、その鳥が来たんだよってことをね、どうだの覚えてほしいと思います。神様の問いが来始めたんですね,ね あの一番最初に話しました、浦上のカトリックで、キリシさんたちはね、捕まったときに、自分たちで何とかしてキリスト教を自由にしようとしたわけじゃないんです、彼らはもう死を覚悟して、ハガイと殉教の中で、ある方は凍死し、病死し、餓し転んでしまった人もいたけども、信仰を保って必ず、ね、浦上に帰れる日が来ると信じて待ってた鳥が来たときに、帰ったんですよ、逆転したんで、そこからね、変わったんですね。 時、ね、が来るとね、神様の手が動くんです、そして約束の成就が始まるんです、でその時が来ましたよって神様が言ってるんですね、だから私が語ることに、単純に従いなさいって、信じて従いなさいって、そのことを成就するのは神ご自身だから、何とかしようと思うんじゃなくて、身をつけなきゃ、ね、残さなきゃって構張じゃなくて、いや、神様はつけて残してくださるんだ、どんなふうにしてくださるんだろうと期待していけないがばいいんです。 その時に神御自身が手を動かして成してくださるということをね、どうぞね、あの覚えていただきたいと思います主ご自身が成就してくださいます問いが来たからです私はその時に入ったということをね、ぜひ覚えてほしいと思いますね。お祈りします天皇とさ様、ま、御言葉をありがとうございます忍耐の時があり毎週の止めの時があります何をしてもあなたは祝福しかさいますが約束の成就は見れない時がありますが 神の鳥が来るときに神ご自身が約束を成就してまさに救いの実、癒しの奇跡の実を表されることをありがとうございます。これからそういうたくさんの実を私は見ていることを覚えますが、どうです様、一人一人が主の促しや語りかけや導きに単純に従って、教会とともにその実を見ていることができるように、どうぞ豊かに導いてください。ある方々は、確かに鳥が来ているんですが、 自分で計画を持ち自分で何とかしようとしますそれうまくいきません私に単純に従いなさいその時実はあなたの考えややり方とは全然違ったりしてそんなことをしても遠回りだと思うんですけど神様がおっしゃることに単純に従った時に神ご自身がことをなされたあなたは驚くでしょう主権を私に完全に明け渡しなさいあなたの考え方法ではなくて私に明け渡しなさい そして単純に私に従いなさい私はあなたの願いを超えて豊かな祝福と身をつけていこうとしはやります。天皇様、今あなたのところに参りますと一人一人の願いに応えて癒しと奇跡解放を与えてくださいまず、悔い改めをします罪があると犬がいかれませんのでまず悔いめをしまますし。言われました何をしてほしいのか。 具体的なあなたの願いをしのおっしゃってください体が痛んでいる方はそこに手を置いて癒しを求めましょう心に問題を抱いている方は胸に手を置いて神様に心を癒してくださることを求めましょうまた霊的な解放お仕事のこと境内のこと人間関係どんなことでも結構です自分じゃなかったら自分の家族や友人のことを思い浮かべてその人は今どこにいても神様はそこに手を伸ばしかさることを信じて祈りましょう天のお父様イエス・キリストの名によって恵みの代に出てまいりました 今一人一人が心から叫んで求めているこの祈りに応えて癒しを与え、解放を与え、解決を与え、見てを伸ばしてくださり、あなたの味方を表してくださり、勝利を表してくださり、主イエス・キリストの何よって心と体を癒しされよ、ここに満ちておられるキリストご自身が触れてください一人一人を精霊で満たして解放してくださり、イエス・キリストの何やって目霊で満たされよ。なんか 脳って言うんで何、ね、かそこに問題があってあるいはその後遺症を S さんって見指せる「やっされよ」歩くのに困難を覚えてる方その方に触れてください癒してください普通に歩けるようにしてください耳を癒してください聞こえるようにしてください目がですね最近すごいかすんでしまう方かすんでる原因を取り除いてすっきり見えるようにしてください 目にある霞を「イエスさん」って目づる消えてなくなれなんかあるシーンがすごく心に残っていてそれ,それを思い出すと心がキリキリ痛む一応責めてしまう方ですねそのシーンが出てきても心が痛まないようにむしろその,時でその中で自分を責めないように神様その人の大生観その江戸を通して働いてくるサタンの力を断ち切ってくださいイエスさんって目づるこの大生観を出してくる 責め耐えてくる足切れよ。その人の施策、その思い出から出て。いけ、やっれよシャローン、シャローン、シャローン。膝が痛んでる方ですね。死が触れてくださっています。肩がこう、ね。40型50型60方肩が割らない方、今主が触れてくださっています。なんかすごい自信を持ってたんだけど、ちょっと失敗して。 血をなくしてしまっている方ですね。私にお頼みなさい。私はあえてそれを許しました。あなたは真に私にお頼むためです。私にお頼むとき、あなたは祝福され、成功していきます。安心しなさい。私が今回失敗を許したのは、あなたは真に私にお頼むためです。私にお頼みなさい。そのとき私はあなたを祝福しよう。一晩中漁に出て釣れなかったペトロのように、でも私に従ったとき大量になったように、あなたも私にお頼むとき、 驚くべき主の技を見奇跡を見て驚くだろう膝が痛んでいる方エスさんそこに触れてください完全に癒してください時間はあるんだけれどもなんかすることがあんまりないって人がいるんですけど私はあなたにしてほしいことがある私に聞きなさい私はあなたにしてほしいことがあるあなたを通してたくさんの人が祝福を受けます それを用いいいいいななささかしなさいとしととりままますすすエス様ありがとうございます感謝いたします経済に関してですねもっと大胆に求めなさい人にではなく私に求めなさい丁寧に具体的に大胆に求めなさい、えっと、求めてるんですがそこそこ適当に求めてます人をより頼んでます人にどうしたらいいだろうと一生懸命考えてます私に本気になって求めなさい私に真剣に求めるときに私がそれを満たそうとしやります イエス様ありがとうございます感謝しますイエス様のお名前によってお祈りいたしますアメンどうぞお立ちくださいハレルヤを賛美しますハレルヤハレルヤハレルヤハレル ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ,レルヤ仰ぎ犬願わくば、主イエス・キリストのお恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今ものちも常えまでも豊かに、限りなくありますよ。 どうぞおさらいくださいえっと癒しが起こった理由に答えられた方はね是非教えてくださいオンラインの方も含めてね多くの人に証しをしてほしいと思います。